こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーです。ですね、もうあとですね、今年2021年もですね、残すところですね、7時間ですね、今、午後の5時なんですけれども、はい。でですね、もうね、今年はね、動画撮らないかなと思ってたんですよ。そしてですね、まあ、ちょっと前にね、直したんですけど、この、ウォークマンの WM-GX90 っていうですね、これ結構ね、今はね、手に入らない。前はね、結構手に入ったんですけどね、結構動くものはですね、数万円するものなんですけれども、これ直したんですけどもね、そしたらですね、ちょっと不具合がありましてですね、どんな不具合かっていうとですね、非常に面白いんですよ。ですね、プレイボタンを押してですね、で、このね、カセットの蓋のこの部分をクッと押すとですね、止まるという現象なんですよね。普通にね、プレイボタンを押すと動くんですけれども、ここを押すとね、止まるんですよ。ちょっとやってみますね。今動いてるんですね。動いてて、こう、動いてます。ここ見えますかね。動いてるんですよね。で、ここをプッと押すと、ほら、止まった。止まるんですよ、これ。これ、動いてて、ほら、面白いんですよ、この現象がね。あってですね。はい。気がつかなかったんですよね。で、まあ、治ったっていうことで送って、そんで動作確認してもらったらですね、ここを、だからね、ここを押すと止まりますって書いてあるでしょ。うん。だからね、結構ね、再現するものっていうのは割かし直しやすいんですよ。はい。だから、要するに、どうすればおかしくなるかって分かんないものがあるんですよね。いくらやってもですね、不具合が出ないものっていうのは、直す、どこ直していいのか分からないんですけど、今回みたいにね、ちゃんとね、ここを押すと止まりますっていうのがね、分かってるとね、割かしね、見つけやすいんですけどね。はい。じゃあなんでね、ここを押すとですね、止まるのかっていうことなんですけど、これ分かりましたんでね、ちょっと待ってください。はい。初めての現象だったんですよ、これね。面白いんですよね。実はですね、このカセットの蓋のところ、ここの部分にね、ここの部分で、これちょっと切り替えたようなところが、切りかけたようなところなんで、ここでね、止まるんですよ。蓋が開かなくなるんですね。その時に、ここの部分でですね、実はこの部分、ここにね、スイッチがあるんですよ。そのスイッチをグッと押してるんですよ。そうするとスイッチがオンになって、この、カセットの蓋が閉まってるっていうことを検知するんですよ。はい。その部分っていうのがですね、ちょっと抜き出してみましたけど、ここですね。これがね、ほら、まずこうなってるでしょ。で、一応これが蓋がね、こういうふうに入るんですよね。こう入ってます。こういう状態ですね。で、今の状態っていうのは、ここカセットが入ります。そしてここを押すとですね、止まるっていうことなんですよね。はい。で、これ裏返しにするとこうなってます。はい。こうなっててね。ちょっと見にくいかな。もうちょっと大きくした方がいいかな。こうなってます。ここね。はい。ここ、こうなってまして、ここのオープンを押すとですね、ほら、ここが動きます。ここが動くとですね、実はここのところに、ね、ここにフックがあって、フックで止まってるんですけど、これが、ほってやると落ちるんですね。あ、こういう形で止まっております。はい。そして、この時にですね、この白いやつ、ね、これ開けるとですね、開けると実はこれがこうなってるんですね。で、閉めるとですね、
こういうふうに、こっち側にね、クッと押されるんですよ。で、スイッチがここについてるんです、ここに。なので、カセットの蓋をこう閉めると、ここのスイッチがオンになると。で、このスイッチのついてる部分、今スイッチちょっと外してありますけど、こういう基板。こういう基板になってます。んで、これがどういうふうについてるかというと、こうですね。ここが液晶ですけどね。こういうふうについてるんですよ。こういうふうにね。はい。で、今、スイッチ外してますけど、ここにね、スイッチがあります。ここに。ここにスイッチがこうついてまして、ここの白いやつがこう。蓋を閉めると、この白い、部品がここについてるスイッチを押してですね、押して、蓋が閉まったよっていう信号になるわけですね。はい。じゃあですね、なぜここを押すとですね、止まったかっていうことですけどね。実はね、これね、今、これね、スイッチを外してます。外して一応確認したんですよね。これね、ちょっと見えますか。こういうスイッチ。こういうスイッチがついてます。はい、ちょっと見えるかな。こう、基板はね、こう刺さる。こうなってるんですけどね。こういう風になってまして、基板にくっついて、こういう風に基板がについてるんですよ。こういう風にね。そうすると、ここのね、突起の部分ありますよね。ここがですね、こうやって押されるんですよ。押されるとスイッチが入る。ところがですね、蓋を閉めた時っていうのは、このくらい途中までね、スイッチが入るんですよ。これでもですね、オンしてるんですけど、そんでオンしてて、蓋をさらに押すとですね、ここがもう一段こう、押されるんですよ。で、その、こう、押されて、さらに押される間にですね、導通不良が起きるんですよね。だから、いつも確認してるんですけど、いつも確認してるのは、こうやって押した時に、オンするかどうかを確認してるんですよね。この押してスイッチが入った状態で、さらに押した時に、スイッチがオフになるかどうかっていうのはね、確認してないんですよ。テスターで測ってるんでね。微妙なんですよ。だから、オンしても、グーッと押して、ずっとオンのままのはずなのに、途中でですね、瞬間オフになるんですよ。抵抗値がもっと上がるんですよ。で、そんでもっと押すとですね、また抵抗値が下がるんですね。ですから、これ、オン、オフ、オンってなっちゃうんですね。押すと、グッと押していくと、まずオフ状態からオンになって、さらに押すとオフになって、さらに押すとオンになるというね、そういうね、段階を追ってですね、一瞬オフになる、状態がありました。はい。それで、これ一応ね、これは、依頼品なんですけれども、はい、依頼品なんですよね。で、私が持ってるもう一台の方で確認したら、やはり同じ現象が起きるんですよ。うん。で、推測なんですけれども、推測なんですけどね。一応、これね、この状態でね、普通は保存しますよね。ということは、このスイッチのオンの中間なんですよね。押し切ってない状態、オンだけれども押し切ってない状態で常にね、保存されるんです。んで、実際にはものすごくですね、これ、もう30年くらい前のものなんで、92年とかですね、1992年とか、その辺のものなんで、だからもう30年、まだ30年経ってないけど、もうほぼ30年経ってるものなんで、やはりね、このグッと押すこと自体がですね、そんなになかったと思うんですよ。なので、この普通の状態でオンしたままですね、ちょっとその前後っていうかですね、導通不良が起きてたんだと思うんですよ、このスイッチにね。はい。だけど、テストするときに、僕なんかが、テスターでですね、スイッチの状態を
調べるときにはこれオンにしちゃってね、オン状態で導通があるかと確認してるんで、このオンに一番最後まで押される間にですねオフの状態が存在するかっていうのは確認してなかったんですよね。なので、見逃していたと。で通常の時にはオンになってるんで問題なく動いてたんですけど、ここの部分をちょっと押すことでさらにこうスイッチが奥に押されてですね、その途中でですね導通不良がちょっとだけあるんですね。はい、そういうことでですねちょっと微妙だったんですが、それがね、多分ね僕持ってるっていうか今回ね2台のうち2台とも同じだったんで、多分今ある動いてるやつなんかももしかするとそういう不具合があるかもしれないですね。まあ押さなければね動作してるんでまあいいと言えばいいんですけど、ほんでここをね直すのにどうするかっていうとですね、はっきり言って全部分解します全部分解します。この状態にするにはね、ここのねこの基板を、この基板が出るところまでですねやらなきゃいけない。この上にですねさらにですねあの基板が乗ってましてですね、ここまでなあの開けるのに結構大変なんでね、結構厄介です。ここはねここはこうですけどね、はい、だからこの状態までね、この状態まで持ってけば、ここのスイッチがこうね直せるという状態ですね。結構ねこれハンダ付けみんな取らないとねダメなんで非常に厄介なんですけど、はい、だから、直す時にはね必ずね導通測ってるんですよ。こういうスイッチなんかね導通、テスターで当たって導通測っててですね、で危なそうなやつはあの接点不活剤でですねやったりとかですね、場合によっては超音波洗浄かけたりとかですねいろいろやって、もしくはあの交換したりとかねするんですけど、あとはねこの手のねスイッチってねなかなか売ってないんですよね。だから交換するには他のところで使ってるようなものをね、外して良さそうなものを選ばなくちゃいけないんでね、ちょっと厄介なんですけど、本当だったらねこれ、取り替えちゃえば一番楽でいいんですけどね。はい、ということでですね今回ね今年2021年最後の修理になりそうなんでねちょっと年越してしまいますけどね、今31日なんでねちょっとこれからですねいろいろちょっとやることもあるんで、多分ね年明け早々これやってですね、あとは M400 のですねあと数台残ってるやつを直したりとかですね、年明け早々やろうと思ってます。これは400ね、はい、これねこれも1台直ってですね、ちゃんと動いてるということでね、でやっぱりね音綺麗ですM400 やっぱねこういうちょっとね安い形のねこういうやつよりも音いいみたいですね。はい、ということで今年最後の修理がまあ今年年をまたいでの修理になっちゃいますけどね、これね一応原因だけは分かりました。なので、これはねこれ自体は僕の、ものなんですけどねはい、これを直した後に最終的には依頼品の方も直してですね送ろうと思っております。はい、ということでですね、今年最後になりますけれども、まあ今年ねいろいろなことがありました。コロナもねありましたしね、いろいろあったんですけれどもね、総理大臣も変わりましたしね、いろいろねありました。はい、というまあ来年はねもっといい年に なってほしいんですけど、ちょっと今の時のねいろいろねコロナはね僕はね大丈夫だと思ってるんですよ。これでね、場合によっては収束するかなと思ってるんですけどね。おみさんですね。おみ株ですね。はい。なんですけど、あと、
薬なんかも出てきてますからね。だけどね、ちょっと危ない薬かなって気はしますけどね。僕はね、あのイベ君と言われてるね薬、イベルメキシンですけどね、もうね用意してますんでいざという時にはね、すぐ飲めるように、ね、用意してるんですけどね。はい、あのいろいろとね状況が変わってきて、ただね、中国がねひどいことになってますね。また新たなね伝染病かなんか出てきてね、どうなるんですかね。なんだっけ、なんすっけな、出血熱な、なんすっけ、ハンターウイルスってやつですね。ハンターウイルス、ペストの関係のウイルスですけどね、どうなっちゃうかわかんないですけどね。西安ですか、新安っていうのかな、西安、あの辺ね、封鎖されてるみたいです。すごいですね、西安って。どうもね、東京と同じ人口がいるらしいんですけどね。それがね、全部閉鎖になってね、家から出してもらえないなって、食料がなくて、なんかね、大変みたいですけどね。はい、日本はね、そういうことにならないようにですね、なんとかね、来年はいい年になってほしいと思っています。はい、ということで、今年最後の、動画になりますけれども、来年もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。失礼しまーす。また、来年もですね、いろんなもの直していきますんでね、よろしくお願いします。失礼しまーす。